香港の皆さん、こんにちは。私は南モンゴル交流隊幹事長のアルハノ大臣と言います。同時に自由インド太平洋連盟の南モンゴル代表の一人でもあります。今日私は中国共産党政権の植民地支配の下で苦しめられながら戦い続けている南モンゴル人を代表してメッセージを送りたいと思っています。香港の皆さんがチベット、ウイグル、南モンゴルを含む中国共産党政権の、弾圧の下で苦しめられている皆さんのため声を上げて抗議するということを聞いて大変嬉しく思っています。本当にありがとうございます。私たちの南モンゴルは中国共産党政権に侵略されてから70年もなっています。中国共産党政権の南モンゴルに対する政策はまさにその民族を説明す政策って言えるでしょう。特に文化大革命の中で私たちの南モンゴル人に対する大量の虐殺を行いました。例えば中国共産党政権の自分たちでも認めている数字を見ると3万人というデータがあります。それだけじゃなくて研究者の研究データによれば数十万人の数に上っております。もちろんそれで終わったわけではない。中国共産党政権の我々の南モンゴルに対する今現在行っている政策っていうのは一言で言うと文化的ジェノサイドでもあります。香港の皆さんが半年にわたって、自分たちの自由のため中国共産党と戦い続けてあります。私たちは本当に心から敬意を表します。毎日のように逮捕者、そして傷ついた人たち、また殺された人たちが出ていることを、私たちは見てます。世界中も見てます。皆さんの勇敢な戦いを本当に心から尊敬してあります。私たち南モンゴル人も中国の暴力的な弾圧に対して決して諦めることはありません。香港の皆さんと共に連携して戦い続けていきましょう。ありがとうございます。